死はですね、解放であるっていう事実は避けがたいですね。はい、おはようございます。朝やメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日はいずれ死ぬは救いになるかというテーマでお話ししようかなと思います。毎週日曜日はですね、死ですね、デスを扱おうということにしていて、まあ、毎週ね、死について皆さんとディスカッションしてるんですけども、今回はいつか死ぬっていう事実は僕らにとって救いになるのかというテーマでお話なんかね、一緒に考えていきたいなと思います。で、死はですね、解放であるっていう事実は避けがたいですね。だから死ぬっていうことは解放されるってことですよね、良くも悪くも。だから苦痛からの解放であり、責任からの解放だったりしますね。だから苦しいという状況からも解放されるっていう面もあるし、責任ですよね、責任からも解放されます。だから僕もね、別に嫌じゃないんですよ。医師の仕事をしてるとかですね、こうやって YouTube を通じて皆さんとね会話ができるとかですね、社会に貢献できるってことは全然幸せですし楽しいことなんですけれども、でもこれがね、あと1000年続くって言われたらちょっと嫌だね嫌ですよね。ちょっとこの責任から解放されたいなって思いますよ。まあだからいい意味でも悪い意味でもですね、死は解放であり、休息っていうのはまあ否定しがたいですよね。かといって自殺を推奨するとかではなく、ね、今すぐ死にたいとかね、今すぐ死ぬのが正しいってわけではなく、まあ一つの側面ではあるのかなとは思いますね。死は解放である。なのでいずれ死ぬは救いになるかと言われたらですね、まあそれはそうだなと思いますね。死は解放なので一つの側面としては、あるでしょうという感じですね。あと死はですね、平等なんですね。だから、どんな人にとっても死は平等に訪れるということですね。だからどんな成功者であっても、どんなに優秀な人であっても、どんなに、悪いことをした人でも、どんなに善行した人でも、どんなに親から恵まれていた人、親に恵まれていた人、周りの人に恵まれていた人、にとっても、周りの人に恵まれなかった不運にも、悪い出会い、悪い人としか出会えない人生だった人にとってもですね、まあ、どの人にとっても死は平等に訪れるということですよね。まあ、これは救いですよね。自分だけなんかね嫌な思いしてたっていうと、まあ、嫉妬しちゃうし、人間っていうのは嫉妬する生き物なので、嫉妬っていう脳のねメカニズムがある生き物ですから、嫉妬してですね救いがないんですけれども、でも死っていうのはみんなに訪れるってことは、まあある意味の救いだろうなと思いますね。嫉妬っていうその苦しみから解放されますよね。うん、でみんなが死ぬっていうことはですね、やはり他者の共感、他者に対する共感を僕らは生むんですよね。だから同じ仲間なんだって思いやすいです、いずれ死ぬっていうことは。だからある人は死なない、なんか女王アリみたいな感じで自分の寿命ね5倍ぐらいある人たちがいて、とそのね寿命がね5分の1だったりすると、まあちょっと苦しいじゃないですかでもそうじゃなくて、まあ平等に訪れるっていうのは、まあ同じ仲間なんだと思えるし、共感が生まれやすいですね。そして、脱中心化ですね、自己中心的にならずに済むわけですよ、みんなが平等だと思えれば。だからみんな仲間なんだと思うと脱中心化が行われると。それはいい作用ですし、その結果ですね、人類がみんな道徳的になろうとするわけですよね。死ぬから、いずれ死ぬから道徳的であろう、いずれ死ぬんだから社会のために何かしていこう、それはこういういずれ死ぬから自分以外のね仲間のために何かしようと思えるわけで、まあこれは救いですよね。他者にとって救いだと思います。富を独占しないわけだからね、いいのかなと思いますね。はい、あとは生は有限ってことですよね。だから有限なんだ、命っていうのは有限なんだよ、有限だから貴重だよねと。命って貴重だよね、貴重だから自分の命も貴重だし相手の命も貴重だよねっていうことで共感が生まれて道徳的になるとか、貴重だから失うのが怖いわけですよね。
いずれ終わるから死は恐怖なわけですよ。恐怖っていうものがあるから僕らはですね、やはり道徳的であろうとするわけですよね。苦しい、怖いんですよ。死ぬっていうのは怖い。でも怖さっていうものをみんなが持っているってことは救いになるし、みんなが死を恐れているからこそですね、僕らは他者に共感できるわけで、同じ仲間だと思えるから、仲間意識が生まれて道徳的になるとか、死っていう恐怖があるからですね、死後の世界に対するなんていうのかな、抑制にもなれば、解放されたいというのもないし、死の恐怖、解放を急ぐ必要はないわけですね、死の恐怖があるから。あとは死の恐怖があるからこそ、死後の世界をそう、ね、無双してですね、死んだ後にあの人はいい人だったねとか、惜しい人を亡くしたねと思われたいから道徳的であるってこともあるだろうし、神様と契約して天国に行きますようにって形で善行を積むかもしれませんね。まあだからいずれ死ぬっていうことは、まあ人々を道徳的にさせるということで、まあいい効果を生むんじゃないかなというふうに考えられますね。あとはまあ世代交代するとか、遺伝子、世代交代していくとかですね、遺伝子のなんていうか変化を生むとかですね、なんていうかな、まあ死ぬっていうのはそういう意味もありますね。だからまあ社会にとってもいいことだと思いますね。死がない社会っていうのは、まあ生きたくないなと僕も思いますね。上がつっかえちゃってる社会ってちょっと苦しそうだなと思うんで、まあいいんじゃないですかね、いずれ死ぬっていうのは、と思います。でも、ね、一方でですね、死は無責任だっていう無責任さを生むかもしれないわけですよね。いずれ死ぬんだからこうしてやれとかね、いずれ死ぬんだから誰かに迷惑かけてやるとか、自分勝手に生きていいだろうっていう、この無責任さを生むってことはもう考えられますね。だから攻撃的だったり自己中心的であったりすると、いずれ死ぬのは怖いだろう、じゃあ俺の言うこと聞けよみたいな感じで暴力に訴えるとかね、そういうのもあるだろうし、無敵の人みたいな形で死刑にしてもらいたいから誰かをね、殺すみたいなね、こともあったりするのかなとは思いますね。だからいずれ死ぬという事実は人々を道徳的にさせるんではなくて、逆に非道徳的にさせる側面というのもあったりしますね。だから自己中心的であること、脱中心化が行われない状況では道徳的ではなくなっていって、自己中心的な状況で死を理解してしまうと悪い方に行動しちゃうこともあったりしますね。でそれはなんか次のね、不幸を生み出したりとか誰かの迷惑になったりするので、まあ望ましくないでしょうということですね。はい。あとはですね、なんかよくあるのはですね、お金は使い切って死ぬべきだとかですね、いずれ死ぬんだからやりたいことをやるべきなんだみたいなことを言う人いますよね。これね、なんていうのかな、よくこういう言葉って流行ってますよ、今。現代ではすごく流行っていて、なんていうのかな、よくネットとかでもですね、成功者の人とかですね、若者は言うんですよね。いや、お金は使い切って死んだ方がいいとかですね、自分のために人生を使うべきだとか言ったりしますよね。で、なんかヤングケアラーとかね、うつの人とかって他人に奉仕しやすい人たちなんで、こういう人の発言を聞くと、やっぱそうだよね、すごいなとか思ったりするみたいですね。だから大衆っていうのは、その自分勝手に生きたいですから、みんな誰しもが。だからそれを体現する人たち、そしてそれで成功していてですね、注意のなんか注目を浴びたりとかしてる人たちは、なんかすごくこう惑わされちゃったり しますね。でもこれはまああんまりいいことではないですよね。自己中心的であることは、まあ違うよって僕らは言うわけなんですけども、いやこれってかえって不幸にしますよっていうことですよね。僕らって治療の中で患者さんに促すのは脱中心化なんですよね。脱中心化していくことによって、不幸とか不安とかですね、苦しみから解放されていくんですけれども、こういう発言って中心化を促すんで、自己中心化を促すんで苦しくなっていくんですよね。だから成功するんだったらいいけども、全ての人は成功するわけではないので、で これが許されるのは、自己中心的で許されるのは若者だったり成功者のみ、権力者のみなので、大衆である我々はですね、この価値観っていうのは本当は違うんだよね。
これはまあ理解してもらう方がいいです。だからお金っていうのは使い切って死ぬよりも使い切らずに誰かのために残して死んだ方が幸せなんですよ本当は。だからつながりっていうのはですね、救いなんですね。社会とつながっているっていう感覚は救いなんですよ。これは僕らが不安から不安とか苦しみから逃れるには、このつながり、自己中心化を離れて社会とつながっている、世界とつながっているという感覚を持てることっていうのは、大事なんですね。で、これは古今東西全ての宗教とか思想とか、哲学の中で語られていることですね。まあ、全てというと言い過ぎですけど、ほとんどのものでは語られてます。だから僕らいろんな信仰とかいろんなものを、信仰っていうのは一人の人が作り上げたものではなくて、思想っていうのは一人の人が作り上げたものではなくて、一人の天才を中心にいろんな人が考えて付け足して、そして引き継いできた考えなんですよね。思想体系なんですよ、人類の財産ですよ。その中、それらは古今東西様々なものがあるけれども、多くのものはですね、つながりを持つ、つながりを感じられる、脱中心化ができるってことを、目標としてるし、それはいいものだというふうに教えてくれてるんですね。これは本当にそうだと思いますね。だからこの脱中心化が起きるように僕らって持っていった方がいいんだけれども、カウンセリングとかの目標とかもそっちの方に実はあるんだけれども、なんかこういうなんかね、今時の流行り言葉は逆のことが起きてたりしますね。これはまあどっちが正しいのかはようわからないですけども、まあ資本主義とかね、そういう意味ではいいですよ。だからお金使ってもらった方がいいですから、残してもらうとかね、子孫のために使うとかよりも、今使い切ってもらうで、娯楽とかに消費してもらった方が、なんていうかな、会社とかで、会社にとっては都合がいいので、なんかこう言いますけどね、なんか人々のつながりっていうよりは自分勝手にやってもらった方がいいわけですよ。だから将来の子供たちとか将来の子孫のために高い服を買わないとかよりも、高い服買ったりとか娯楽とかなんかしてもらった方が経済は活性化するんで、まあいいのかもしれないですけれども、まあそれがね、巡り巡ってるわけだから、他の人のためとも言えるんだけれども、まあまあなんか自己中心的な考え方を促しそうで、なんか苦しそうだなというふうに僕は見えちゃいますね。まあ患者さんとかもそうなのかなというふうに見てますけど、はい、という感じですね。まあちょっと話ずれたような感じするかもしれないですけど、まあ全部つながってます。まあいずれ死ぬっていう事実はですね、救いになるかという意味では、まあ死は解放であるという意味でも、救いになるし、その共感性を生む、道徳的になれるという意味でも、他者の死、自分の死だけじゃなく他者の死っていうのも、まあいいですね。世代交代も生むしね、いろんな意味で死ぬっていうことは救いになるとは思います。ただこれが自己中心的なものになってしまうとですね、これはすごく暴力的なことを見かねないので、救いにならない側面もあったりする。だから僕らは脱中心化が行われる上で死を受け入れるっていうことがとても重要だということだったりしますね。で、脱中心化していくってことであれば、自殺って自己中心的な行為なので、まあ基本的には望ましくない行為ですから、自殺を選ばないということにもなっていくということですね。はい。ということで、今回はいずれ死ぬは救いになるかというテーマでお話ししました。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンもチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いします。ではまた。